今日の裏話ってことで、なんでマイケル・ジャクソンの真似をしてムーンウォークをしたのかと言いますと、まあ、実際マイケル・ジャクソンそんな関係ない。ただ俺がムーンウォークを簡単にできるのは多分こう、その動く歩道があればできるんじゃないかなと思っただけですね。で、まあ、マイケル・ジャクソンといえばムーンウォークといえばマイケル・ジャクソンってことで、まあ、ちょっとマイケル・ジャクソンっぽい、ことをした方が、まあ、面白いんじゃないかなと思ってやってみたね。ちょうどね、ここに帽子があるんだけど、この帽子、俺が被ってた帽子、これすごいんですよ。本当のマイケル・ジャクソンのレプリカの帽子なんだよね。クールだろう。あ、違う。こうしたかった。はい、そんなわけで、まあ、この帽子があったから強引にマイケルを混ぜたってわけだね。まあでもマイケルは本当にリスペクトするよ。あの人本当にかっこいい。もうね、多分なんか作る人にとってマイケルは切っても切り離せないと思います。というわけで、ぜひ皆さんもムーンウォーク、まあ、機会があったら動く歩道でやってみてください。かっこいいよ。さよなら。